上白石萌音&なにわ男子、大橋和也ら、お金事情を、検証初回ゲストに決定。27日よりスタートする、TBS 系、いくらかわかるかね？世の中なんでもハウマッチ、夜7時54分初回は2時間 SP の、初回ゲストが発表された。上白石萌音、大橋和也ら、初回ゲストに決定。この度、記念すべき初回を彩る幅広い世代の豪華ゲストが決定。若い世代から支持を受ける上白石萌音。大橋和也、なにわ男子を、はじめ、同い年のEXILE TAKAHIRO、村上、マジカルラブリー、昭和から令和まで芸能界の荒波を生き抜いてきた、梅沢富美男、井森美幸、そしてアンミカ、陣内智則が出演する。TAKAHIRO チームと梅沢チームの2チームに分かれ、今回も番組独自で実施したお金に関する調査のクイズに回答していく。先日行われたレギュラー初回収録では、程よい緊張感もある中、MC の澤部佑、ハライチがゴールデンレギュラーということで、ウハウハです。と話し、杉山真也アナウンサーと共に、冒頭からテンション高めでスタート。番組タイトルにちなみ、語尾に、00かね？とつけて、澤部からゲスト陣に質問。お金は好きかね？と聞かれた大橋が、そうだね、好きだ笑い。と満面の笑顔で回答する場面も。収録も終わりに近づき、感想を求められた上白石は、お金がテーマということもあってもっといやらしい番組だと思っていたら、すごくハートフルでとても楽しい収録だったコメント。MC 二人とゲストが一体となって終始たくさんの笑い声に包まれた収録となった。初回の放送では、ニトリで一番買う人の購入金額いくらかね？くら寿司で満腹になるまで食べたらいくらかかるかね？プロの歌手が路上ライブをしたらいくら稼げるかね？スーパーの袋詰めで一番元を取れるのは誰かね？という4つの検証クイズを出題。それぞれの VTR には人気俳優からお笑い芸人、インテリ芸能人や元アスリートなどが出演する。VTR ゲストは今後発表される。レギュラー初回収録を終えた MC の2人に感想を聞くと、杉山アナウンサーからは、正直に言っていいですか？めっちゃ楽しかったです。テレビ局に入ってよかったなって思いました笑い、と本音が飛び出し、横にいる澤部をはじめスタッフも爆笑。杉山アナウンサーは、さらに、いろいろな要素がありますが、すごく、ハッピーな番組ですと話し達成感に満ちた表情を見せた。一方、澤部は、収録の盛り上がりがすごかったです。まだ2回目ですし、僕たち自身もスタッフも正直わからない部分もあると思いますが、2人で支え合いながら頑張るので、楽しんでいる空気が、視聴者に伝わればいいなと思います。と、意気込んだ。